衝撃、臨死体験により、宇宙の一部になり、宇宙のすべてを知った女性。AC エクスプレスによると、現在40代になる女性マッテは5歳の頃、40度を超す高熱を出し、病院に担ぎ込まれたそうだ。その後も病状はどんどん悪化し、疲労感も強くなっていった。だが、同時に痛みが和らいでいったという。そして、まるで魂が体から抜け出したかのように軽くなり、病室にいた医師や家族に、気分がだいぶ良くなってきた、と語ることさえできたそうだ。しかし、この時彼女は死の淵をさまよっていたのだ。マッテはこの時の状況を克明に覚えており、臨死体験研究機関ニアーデスリサーチファウンデーションにその詳細を語っている。部屋の音がうつろに響き始め、私は目を閉じたくなり、目を閉じました。目を開くとベッドに横たわる自分自身を見ていました。驚きませんでしたし、恐怖もありませんでした。ただ、少し混乱しました。体から抜け出したことは理解できていました。まるで全ての人、全てのものの一部になったかのような感覚でした。空間を漂い、他の病室を見に行くことさえできたんです。その後、幽体離脱したマッテはどんどん上昇していったという。そこで不思議なことが起こった。時間をブラウジングするように、自分の人生で起こった出来事を見ることができたというのだ。さらには宇宙との同化も果たしたというから驚きだ。疑問も知らないものもありませんでした。そこには通常の意味での過去も現在も未来もなく、すべての出来事が現在に生起していました。世界と一つになった感覚でした。その時は、宇宙のすべてを知っていました。さらに上昇していくとそこに美しい光が現れ、マッテはそれに触れようと近づいたそうだ。しかしその瞬間、ポン、という衝撃を感じ、病室で横になる自分の体に一瞬のうちに引き戻されたという。米、ニューヨーク大学メディカルセンターのサムパーニア医師によると、臨死体験者が心地よい光やぬくもりを感じることはよくあることであり、これは脳に原因があるとして、死後の世界は存在しないという。しかし臨死体験を自身で経験したこともある。米、ハーバード大学の元、脳神経外科医エベン・アレキサンダー3世博士は、自分が昏睡中に脳が全く機能していなかったことを証明しており、パーニア医師の意見と対立している。また、これは何度も報じていることだが、再生医療の専門家、ロバート・ランザ博士も、量子力学の二重スリット実験から、死後の世界が存在することを説明している。ランザ博士によると、そもそも意識は肉体に依存しているわけではないという。さらに、A、ケンブリッジ大学の理論物理学者、ロジャー・ペンローズ博士と、B、アリゾナ大学の麻酔科医、スチュワート・カメロフ博士も、肉体の死後、脳細胞の中にあるマイクロチューブルという、感情の構造体内に蓄積された、量子情報イコール意識が宇宙に放出されることが、臨死体験の実態だと語っている。このように死後の世界の存在を認める識者も多い。昨今、死後の世界を証明するヒントとして量子力学が注目されている。今後の研究により、一層期待したい。最後までご視聴、ありがとうございました。